第10章近代日本とアジア5軍部の台頭4ここでは天候について1930年代の内外の危機例えば満州事変が起こってたり統帥権干パ問題を巻き起こすロンドン海軍軍縮条約が起こっていたり昭和恐慌が起こってたりえそうやって国内外における日本の危機的状況から何かこう変化を起こさなっていう国家主義の機運が高まってた。 そんな中で転向を起こす人々が出てきました。具体的には共産主義者、社会主義者、自由主義者らがそれぞれの主義主張を捨てて国家社会主義に転じる。こういう動きが起こってます。なぜ彼らが自分たちの思想を捨てて国家社会主義に 転向したのかそれは国家からの圧力圧迫があったからね例えば共産主義社会主義ここはずっと見てきてますよねどのあたりから弾圧があったでしょうか1900年治安警察法っていうのがありましたこれは第二次山形有友内閣です山形有友内閣はたくさんの無知を打ちましたね そのうちの一つがこの治安警察法です雨の政策と無知の政策って言って分けるならば、えー、この第2次山形有友内閣は選挙法の改正以外は全て無知、えー、どん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 厳しい政策を出していきました、えー、翌年社会民主党という政党が社会主義の政党ができますねしかしこれらは、えー、治安警察法によって即日禁止、えー、最初の 社会主義政党として認められるのが1906年日本社会党ですいつですかっていうとちょっとマイルドな内閣の頃、えー、第1次西四次金持内閣ですねしかしこれも翌年に禁止、えー、続けて1910年ここでも社会主義者らは弾圧を受けます退却事件 えー、これは敬遠時代の中です。どっちかっていうときつい政策を行う桂太郎第二次桂内閣で大学事件が起きます。社会主義者らは、えー、どんどん弾圧されてここから一旦彼らの活動がストップする冬の時代がやってきます。えー、もう一度社会主義が復活してくるのはこのあと20年のことやね。 えちなみに退却事件の翌年には特別高等課を設置してます警視庁にえこうやって強化を進めて冬の時代がやってきた復活は20年日本社会主義同盟これもまた翌年禁止 続けて森戸事件ここでは学者がっていうのは、えー、原高志内閣のあたりで、えー、東大の助教師であった森戸達夫が、えー、クロポトキンの研究をした無政府主義者のプロトクロポトキンの、えー、研究をしたために求職、えー、処分に追い込まれる、えー、これが森戸事件です、えー、続けて22年ここで日本共産党 えしかし、これもまた、えー、すぐ24年に回答ですえ。そして25年、日ソ基本条約を結ぶと、共産国であるソ連との間で国交樹立が起こったんだ。これ第一次加藤高明内閣ですね、えー。ソ連の思想が入ってくるんじゃないか。え日本の中でそれを恐れた内閣は、 治安維持法を出しましまょう第1位加藤貴明内閣は、えー、これに加えて、えー、普通選挙法も出してますね。アメとムチの抱き合わせで出したと。二ソ基本条約で、えー、共産主義の思想が入ってくる可能性がある。だから治安維持法を出しておこう。えー、続けて26年です。28年にこの後普通選挙が 行われますけれどもそれまでの間に政党がいくつかできますね労働農民党無産政党ができますそしてこれは三派に三つに分かれて、えー、労働農民党それから日本労働党社会民衆党こうやって えー、分かれますが28年に選挙が行われた時に彼らは466議席中8議席を獲得してます466分の8少ないじゃないかって見えますけれどもいやいや多いですよって思ってたのが時の内閣です28年のこと普通選挙が実施されるとと えー、466議席中8議席を獲得したあやばいな、えー、彼ら抑え込まなければ共産党員弾圧しなければどんどん1000人以上を超える共産党員を検挙します315事件、えー、続けて翌年416事件残党狩り的に共産党員を次々に検挙しました えー、さらに28年にやったこととしてはこれが29年ねさらに28年にやったこととしては、えー、この「チ安ン・持法これを最高刑に死刑を加えているっていうのが28年にやったことやね、えー、続けて特別高等化これも全国に置いた11年には警視庁に置いていたのみで のみでしたがこの度28年に全国にそれを設置したっていうところが、えー、田中義一内閣が行ったことですねえつまり結構こうゴリゴリ弾圧をしていくっていうことをやってますね田中義一内閣はえ続いてやるのが33年滝川事件これは少しだけ経路が違います滝川事件は共産主義、えー、社会主義者の弾圧というよりは自由主義 に関するうう書物を書いた。兄大の教授、滝川幸時っていう人の刑法読本、これが国家破壊的であると、自由主義的であるって言って批判をします。文部大臣の、えー、鳩山一郎が兄、えー、大に処分を迫って、給食に追い込んだのがこの滝川事件です。こうやって 共産主義主義義社会者、まあ、それから自由主義最後に出てきましたけれども弾圧の歴史があるだからこういった圧迫に耐えかねて共産主義社会主義者のえ自由主義者の人々はその主義主張を捨てますそして国家社会主義へ転向していきました具体的に誰ですかっていうと日本共産党さっき出てきましたねこの日本共産党の最高指導者 佐野学ぶ続けて鍋山定か彼らが獄中から転向を表明します。天皇制打破言ってたけれども、えー、あれは、まあ、間違いであったというか、えー、それを転換しますっていうことを、えー、彼らは言う。侵略戦争は反対とかって言って言ってましたけれども、えー、それを、えー、変更しますと。 いうふうふなこことをこの度宣言するすると続々と大量に共産主義者らが転向したっていうのがここで起こったことです。こうして弾圧される人々がいる一方で力をまた増している人たちがいますよねと。転向するえつまり主義主張を捨てる人々がいる一方で力を増していくのがこっち側どっちかというと右翼の人たちであったり えー、国家社会主義者やから、えー、そことつながっている軍ここが力をつけていくんだ軍の発言力がどんどん増大してるんだっていうのがここです具体的には何っていうとこの時陸軍がパンフレットを作って それを配布しているとどんなパンフレットかっていうと、えー、陸軍が国防軍事を優先していきましょう国防国家を作りましょうみたいなことを提唱してますまあなんかそのままっていう感じですよねでもこれはまあひとひねりあって軍事面だけじゃないよと政治も経済も思想も国民生活など全般にわたって改革をしましょうねって ただ軍備増強するだけではないっていうところが、えー、一つキーになってくるところですね。えー、こうやって政治へのの介入を公然と始めるのが陸軍です発言力強いよね続けて今までまかり通っていた今までこれが正しいとされていた主張これに対して異を唱え始めます天皇帰還説。 天皇機関説に対して非難をする。そして、この天皇機関説は、えー、間違っているっていう結論に追い込んでいきます。天皇機関説っていうのは、身延辰吉、東大の教授が示している理論ですね。これはどんな話かって言うと。天皇国家の？統治権。 は法人でああるる国家にある統治権の主体は法人としての国家にある。で天皇っていうのはその最高機関である。だから天皇の権限っていうのは無制限絶対的な権利っていうわけではないよって。あくまでこの話これに基づいてこれまでの政治っていうのは行われてきたんだと。 日本の近代政治のシステムっていうのはこれであるっていうふうに説明がされた大正デモクラシーの思想の中心はこの天皇帰還説であるとか吉野作造の民本主義やったよね。しかしいやそれは違うっていう、えー、陸軍出身の、えー、菊池武夫が貴族院でそれを非難したこの天皇帰還説っていうのは間違っているんだってそれは軍にとって。 天皇がまあ神的な存在でここは絶対的な権限を持っているそしてその直属の軍自分たちがこうここから国家運営をやっていくにあたって政治に介入していくにあたって天皇機関説っていうのがどっちかっていうと、うん、自分たちにとって都合が悪かったというかこれがない方がいいと思っただからまあそこに対して激しい非難を行ったでそれに右翼や、えー、軍の 面々が絡んできて天皇基幹説は間違っている否定されることになるんですね時の内閣岡田圭介です岡田圭介はこの話に押されてしまって天皇基幹説を否定する宣言を出すこれが国体明朝声明ですそれぐらい軍の力っていうのが強くなっていってます はい、えー、以上です。今回、えー、思想のお話を中心にしました共産主義、社会主義が弾、えー、圧される歴史、それからそれの一方で裏側で、えー、発言権を増している軍の様子を、えー、解説しました。お疲れ様でした。